後藤経慶には、日本の建築家。司法技師として、監獄等の建設に従事、豊玉監獄が、代表作。東京市小石川生まれ。父、後藤真北は、物理学者で、東京高等師範学校教授。東京高等師範学校付属小学校、同中学校を経て、旧制第四高等学校、第二部校組を卒業。 白馬会菊坂研究所に通い洋画を学ぶ。1906年に東京帝国大学工科大学建築学科に入学し、1909年卒業。同期に山崎聖太郎、長谷部栄吉らがいる。卒業後は司法省に入り英然技師になる。山下慶次郎、横浜つとむとともに豊玉監獄の建設に従事。また、 中央高学校の建築家教務主理を務める。1914年頃、佐野力、内田昭蔵、内藤達浦と発行会を組織。同期の山崎聖太郎と中村達太郎の虚偽建築論争に際して、刑事課の構造に対する刑事上の批判を寄せ、構造と遺症に関する建築論を展開した。1915年3月。 豊玉監獄が春工同月、四方技師を遺願面間。6月から8月にかけて、関のただしらと共に、朝鮮総督不職宅として、朝鮮の古墳調査に参加した。朝鮮から帰国後、明治神宮宝物殿の建築設計協議に応募し、三等一席に入選する。現在の宝物殿は、後藤庵のデザインを踏まえていると言われる。 1916年、司法省に復職し、東京区裁判所を手掛ける。同年、早稲田大学講師として、内藤多中の構造の講義を引き受けて、1年間代行する。1919年、スペイン風邪に、蝶地仏を併発し、36歳の若さで死去。墓所は、多摩霊園にある。建築学会では、常議員を呼び、 建築雑誌編集委員等を務めた。国民美術協会展覧会の第2回から第6回まで作品を出展し、第6回に雨巡回奨励賞金を受ける。1917年には国民美術協会理事に選出された。建築構造でも研究を進め、佐野力、内田昭蔵、内藤達浦と鉄筋コンクリートに関する訳語並びに記号試案を作成。 コンクリート構造に関する論文を多く発表した。日本で建築構造における図式解放の最初の紹介者とも称される。旧豊玉監獄表門、辰野金吾博士作品修正図1916年、藤井昭一郎、山口博士編、日本建築宣言文集 P61、P81。建設に、功績のあった後藤に300円。 横浜つとむに250円、山下慶次郎に100円の賞与が贈られた。建築雑誌347号。雑誌ホトトギス20号記念事業の一つとして、高浜巨子が、朝鮮の大道光に画像を浮かべるよう提案した。画像は、後藤の原案に基づき、朝鮮総督府議士の実施設計により建造された。と命名され、年月に、 浸水した。読売新聞オンライン。ありがとうございます。